第27回アクアクイーンカップを優勝した高橋渥美選手に来てもらいました。よろしくお願いします。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。このタイトル何回目か分かります？4回目。夏場は初めて、はい、まあずっと冬3月ぐらいにやってましたよね。2月3月にね。そうです、はい、冬の方が好きだったんですけど、はいはい、嬉しいです、はい、で昨年のオール女子戦、はい、あのオールレディース住之江のも勝ったんで、勝ってるんで、やっぱり夏場ももうだんだん結果も出て、夏場というか秋場、秋なき夏とか、そのあたりどうですか、季節には。秋口は悪くないです。はいはい、はい、またちょっとパイプとかが突き出すとまた変わってくるんで、はいはい、またちょっとそこでまた迷路に入ったりすることもあるんですけど、はいはい、今節の優勝の要因って何だと思いますか？はい、低昇気シリーズの中でいいエンジン引けたことだと思います、はいはい、足に関してはずっと自信を持ってましたね。 足に関しては良かったんですけど、乗り心地だけが悪かったので、はい、それをまあ毎日気温に合わせて微調整をしていく感じでした、はい、で優勝戦は朝下ろした時にいいのかなと思ったんですけど、はい、途中で、優勝戦の人と合わせた時にだいぶ負けたんで、はい、ちょっと慌ててプロペラ調整しました、はい、まあ、それがちょっと功を奏した感じですかね、はい、そうですね、はい、もうギリギリまでやったんですけど、はい、もう最後にやったことが多分良かったと思います、はい、今節は選手班長もね、兼ねてやってましたけど、はい、本当に最後は、ね、女神が向いてくれましたからね、はい、本当にありがとうございます、はい、神様に感謝します。 はい、これからも戦い年末に向けて、ね、続きますけど、はい、最後にその意気込みを、はい、無理はできないので、ぼちぼちいつものペースでやりたいと思います。